武田温泉群は、大分県武田市にある温泉である。国民保養温泉地に指定されている。また、潤い日本プロジェクト主催、環境省、観光庁講演で行われた、温泉総選挙2016の健康増進部門で、第1位を獲得している。大分県武田市内にある以下の温泉の総称である。このうち、 長湯温泉は1978年3月31日に単独で国民保養温泉地に指定されていたが、2015年5月1日に長湯温泉に九十高原温泉郷、武田、小木温泉を加えて地域を拡大し、武田温泉群として国民保養温泉地に指定された。武田温泉群では武田式当時及び温泉療養保険システムを提唱している。 武田式当時は、歩いて、温泉浴して、食べて、笑うことにより、人間が本来持っている、自然治癒力を引き出すことを狙ったもので、そのために、武田市ならではの温泉、体験、食などのサービスを提供するソフトを整備するものである。温泉療養保険システムは、来訪者が温泉療養保険パスポートの発行を受け、宿泊施設や対象立ち寄り施設などの利用に保険を、 適用することができるものである。効能は万人に対してその効果を保証するものではない。ありがとうございます。